ケラ通り停留場は、高知県高知市、高須本町にある土砂電交通5面線の路面電車停留場。ケラ通り停留場は1910年、土砂電交通の前身土砂電気鉄道によって、葛島橋西詰停留場から加護停留場までの区間が開通したのに合わせて開業した。1944年に停留場は一度休止されるが、5年後に復活が認可されている。 乗り場は2面あり、2本の線路を挟んで向かい合わせに、廃される。線路の北側にあるのが、五面町方面行き、南にあるのが、針間や橋方面行きの乗り場。針間や橋方面はホームが設置されるが、五面町方面は北を並走する、道路上に安全地帯が示されるのみである。停留場名が示すように、高知市ケラ地区に通じる道が伸びる。ケラ地区には、 ニュータウンが広がっている。ケラ通りバス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。高知市中心部へはバスより、電車の方が速達性に優れるため、東停留場は、中野団地、潮見台方面からのバスと電車の乗り継ぎに利用される。ABCDE、土佐電鉄が走る町根弱100.156から158ページ、ABC 今尾啓介。 日本鉄道旅行地図帳11中国四国新庁舎2009年60ページ ISBN 978から4から10から79万29から6上野広と土砂電交通再出発便利な市民の足に高知で設立式新デザインの車両披露毎日新聞 AB 川島慶造四国九州ライン前線全駅 前廃線第2巻四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、37.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。AB、土佐現鉄が走る町根尺81ページ。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年、85ページ。 ISBN4875032684 ありがとうございます。